上野さん、最近何か上野さんの中でこう気づきがあったようで、はい、その気づきについて話していただいてもいいですか？はい、実はですね、今年の8月ぐらいですかね、8月に、はい、床の間のことを考えている中で、はい、芸術やアート、あとは信仰や宗教っていうものの正体が分かったんですよ。何ですか？って言うとちょっと大げさになるんですけど、まあ正体っていうと言い方おかしいですけど、まあいわゆる我々人間にとってどんな存在であるのか、はい、でそれが一体なぜこうこの世の中の中で存在し得てるのかっていう、はい、うん、まあ存在している理由とその訳みたいなことが分かったんですよね。で、まずね、その起点になることも一つの気づきだったんですけど、まず人間ってこうやって日常の中で生活してる、はい、例えば自転車をバーッと漕いでます、はい、で自転車漕いでると常に風景は変化していくわけですね、はい、そして自分がペダルを踏んで前進していてハンドルで舵を取ってるってことなんですけど、はい、最初に自転車乗り始めた頃なんてその行為を全部一緒くたにするのがすごく大変で、はい、もう流れていく道路の状態や景色も非常に緊張感を持って、はい、もう確認しながら、あとペダル踏んでいく作業、あとハンドル舵取る作業、バランスを取っていく、倒れないようにする作業、もう全部に神経を張り巡らして生きてるわけですよ、うんうん、はい、だけどもう慣れてくるともうそんなのへっちゃらだから簡単にこうスイスイ行けるわけですね、うんうんうん、でそれ見ると最初の頃はいろんな情報がバーッと自分に押し寄せるからいっぱいいっぱいだったりするわけです、ね、うんうんうん、現実をそれ捉えるのに、はい、だけど慣れていくとそうじゃなくなってくる、うんうん、そうじゃなくなってくるとどうなるかっていうと、はい、腹減ったな、今夜何食おうかなみたいなことも同時に考えながら運転ができるようになるわけです、ね、分かります。で、はい、それで例えば今こうやってこう会話してる状態の中でも、はい、僕がこうやって喋ってても常にさっきの自転車の話の状況を思い浮かべながら話してるんですね、うん、で体は現実のここに留まっている、はい、そして言葉はこの現実の中にいわゆるバイブレーションとして発している、はい、でも意識の中の大半は脳の中にトリップしてるんですよ。常に脳とアクセスして、そのことによってこの日常の中を生きているっていうことなんだと、うん、だからもうほとんど意識はもう脳内の中に居続けてるみたいなことに近いんじゃないかと。もちろん初めてのこと、いろんな状況を受け止めてるときっていうのはもう現実のにあるものと常にもう神経を尖らせながらアクセスしなきゃいけないので、うんうん、脳の中にトリップしていくみたいな余裕はないわけですよ。でもこう昨日通じ合った人と会話するようなときとかは、うんうん、特に今日が乗ってきたらもうなんかもう自分の過去に思い描いた理想や、うん、もしくは知性のようなものがどんどん引き出してから抜き出されていきながら、その知性がスパークした瞬間の景色とかも脳にさーっと走馬灯のようにこうよぎったりとかしながらこう会話してたりするわけですね、うん、だから現実にここにいますよと言いつつ常にこれイマジネーションの中にトリップする、自分の脳のイマジネーションの中とアクセスをし続けてるみたいなことが、まず我々が生きるということの一つの現実なんだってことに気づいたんですね。うん、で、そしたら、じゃあ、例えばこの床の間っていう場所。はい。まず、この位置を結界と言いますね、うん。え、そうなんですか？そうですよ。仏教用語みたいじゃないですか？まあ、結界って、まあ、結界、いわゆる仏教の影響は。その結界のみですね。そうですよ、はい。仏教の影響が強いから、我々ね、日本の文化っていうのは。そう、特にまあ生け花なんていうのは、まあ、特に室町あたりが日本のルネサンスって言われてて、室町の中期っていうのはね、
で、それ見ると、もう十分、仏教が伝来してからね、1000年近く経ってるわけですよ。500年ぐらいでしたっけ、で来たのが。で、もう一つの中期だから、500年か600年ぐらい前だから、まあ、900年とかそれぐらいの頃だから、もう仏教の影響十分ある。だからいろんな用語や文化の背景に仏教の影響があるわけなんで。だから床の間に付けられてる用語も全部仏教的な用語が付けられてたりするしきに、認識とか意識を構成するのにもすごく大きな影響を与えてたと思うんですよね。で、まあまあ、まずここ結界という。はい。で、結界というのは、いわゆる、結ぶ世界も書いて書きますから、はい、何かと何か結んでるわけです。そうですね、しかも、二つの世界を結んでるってこと、はい。で、これ何の世界かというと、あの世とこの世なんですね。そうですね。そうです。で、それで、あの世っていうのをね、仏教的に言うと、死んだ先の世界の話とかいうようなことになっちゃうんでしょうけど、はい、子供のこの、あり方を見たら、それだけに限定されるものではないってことがわかるわけですね。それどういうことかっていうと、あの世とこの世ですよ。あのとこのなんですね。で、これ日常的によく使ってる言葉ですよね。はい、あの人さ、みたいな。はい。ほんとつるっぱげで、ほんとメガネかけて、ちっこくて小太りで、ほんともう小難しいこと言いやがって、みたいな。俺のことか、みたいなね。はい。で、いわゆる目の前にいない人のことや、身の前にないものに対して、はい、指し示す言葉として、あのっていう言葉があるわけですね。うん、で、このっていうのは、今目の前にあるものに対して指し示す言葉なわけです。もちろん、そのっていう、目の前にあるけどちょっと遠いものに対して、そのっていうことも、もう中間的な意味としてあるかもしれませんけど、明らかにこのとあのでは全く状況が違うわけですね。今現実はこの。そして、今現実にないイマジネーションの中にあるもの、あの人って言った時にみんな自分の脳の中に思い浮かべるわけですよ、うん、あれとかあのとか言った瞬間に、うん、っていうことは脳の中で働いている世界の話をあのというわけですね、うん、っていうことはあの世っていうのはイマジネーションの話なんですね。そう考えると、よく考えたら、もちろん、その、三途の川一旦渡って戻ってきたみたいな特別な人、ね、中にいるって言いますけど、あの世見たことある人なんか、まあ、ほぼいないわけですよ。ってことは、空想の世界であり、イマジネーションの世界であるわけですね。で、そこからですよ。じゃあ、床の間そういう場所である、あの世っていうのは、あの、イマジネーションなんだと。ということは、この、いわゆるさっき言っていた宗教的なバランスや感覚や、それを思い描いている、例えばブッダの存在とかね、うん、その思い描いている我々のイマジネーションというのは一体何なのかって言ったら、何かを想像の中で生み出すってことしてるわけですね。だから、ブッダの存在においても、キリストの存在においても、でまあ、アラーなんてもともと偶像崇拝しないっていうわけですから、まあ、光のような存在なわけですよね。そうですね。まあ、いわゆる強いエネルギー体というふうに考えるわけですけど、でもそのいわゆる一つの象徴の存在自体を我々は勝手にですね、思い描いてるわけですよ。で、まあその思い描かざるを得ないのにはいろいろ理由があるんだと思うんですけど、まあ例えば現実社会の中で生きていくのがあまりにも辛いと。もういろいろルールがあって。で、いろんな人好きなのにも一夫一婦制で結婚一人しかできないみたいなこととかね。まあ、いろいろ浮気心がある人とかそういうことあるでしょう。はい。とか。お金のにまつわることとかね、なんかお腹減ってんのにお金なければご飯食べられないとかね。そうですね。そんなことないじゃないですか。そこら中にあるものなんか拾ってきて食べればいいのかもしれないんだけれどもね。あとはもう飛んでる鳥と捕まえて食ってもいいわけですよ、本当はね。でもまあそういうこともダメですよっていうようなルールがあったりして、まあいろいろと現実は非常に苦しいから、それからもう現実逃避しなければ多分我々の精神って壊れてしまうのかもしれないですね。あとは先ほど言ったチャリンコの初めて乗った人はいろんな情報を全部受け止めてしまうから。そういう意味で言うと、現実にある全ての情報を如実に自分のものとして受け止めようとしたらもう気が狂っちゃうぐらいの情報があるわけですよ。
それを現実からポンと脳の中で逃避して、そして自分にとって都合のいい情報に変えたりして、そして自分の心が壊れないように仕向けて、最終的には自分たちが命が長らく続いていくようにずっとしてきたんじゃないかと。だからイマジネーションの力によって我々は自分の命を救い続けて生きてるんじゃないかっていうようなことをにまあ気づいちゃったんですね。まあそういうことなんであろうということだとしたら、例えば信仰や宗教の存在っていうのはもともと多分自分の中に非常に理想を描く正義のようなものがあるわけですよ。人ってそれぞれの人の立場によってね、体弱い人にとっては体が強くなるようなイメージ抱いたりとかね、例えばもうやたらといじめられてきたようなね、器用なでちょっとおちょこちょいでみたいな、とても人のいい人みたいな、あと空気が読めないみたいな、そういじめられがちなわけですよね。でそういう人がいじめは絶対ダメだみたいなことを思い描くわけですよ。でその思い描くことによって、まあ、それを怒りに変えて、もしくは何かでそれを発散して、そして生きていこうとする、もしくは本当はいじめられてないんだみたいなことをイメージすることによって現実から逃避うまくして、現実を受け止まないことによって命をつなごうとしている場合もあるかもしれません、ね、はい、いずれにしても命をつなぐいていくことにおいて、そのイマジネーションの力が非常に強い、そのことを必要としているんじゃないかということで、その自分の中で生まれてきた理想の世界へ、理想の自分の在り方みたいなものがもともと生まれてきて、そしてそれとですね同調するようなことをなんかやたらと言ってくれてる人がいる、それを信じている、同じようなことを言い続けている集団がある、それはあれキリストって言うんだとか、あ、僕の中の正義と同じように同調することを言ってるあの人をブッダと言うんだと、もともと自分の中のイマジネーションの中で出来上がっている、いわゆる理想的な景色のようなものと同調してくるような主張をしてくれているものが信仰宗教のいわゆる根本的な存在 で、しかもその存在の象徴っていうのは誰も見たことないから、ある意味もうイマジネーションの存在でしかないんですよね。で、目的としては自分の命を救い続けるために自分の正義をイメージして、それと同調している人たちやその集団とコミュニケーションを取ることによって、自分の考え一人じゃない、一人ぼっちで生きてるんじゃないっていうようなことによって、さらに命が救われていくみたいなことに至ってるんだろうなと。まずはもうその人の正義を、その人がイメージするところから、宗教信仰のあり方みたいなものが始まってるんだと思うんですね。宗教信仰って一緒くたにしちゃいけないんですけど、信仰っていうのはもう本当に信じるっていうことですから、で、宗教というのはもう教えでもあるから、誰かからいただきていくみたいな、で、教えられるっていうのは、まあ、いわゆる親と子の関係みたいなものでもあって、ほどかしてもらってるみたいな、先生と生徒みたいな関係でもありますよね。で、本来自分自身の正義と同調しているものだから、教えられるって関係性でもないんじゃないかと、共鳴し合ってるみたいなことが一番正しいような気がするんでね。まあ、それはもう持論ですけど、ようなバランスで本来はあるべきなんじゃないかと。だから、まあそこに、まあ一人ぼっちよりは大勢の中に帰属することの安心感とか落ち着きみたいなもの、それは自分の血でつながった家族がいるみたいなことによって精神が安定してくることと似てる構造だと思うんですけど、によってまあそういう、まあ、自分いわゆる人間のイマジネーションによって生み出された一つのこう虚構でもあり、でもそのことが人々のそれぞれの命を救っていくようなものになってるんじゃないかって、
で、あとはもう月夜跡の存在っていうのは、いわゆる脳の中の、いわゆるイマイジに対する没入感が日常の中では非常に浅いところでの没入感で言ってるわけですね。はい、で、常にそのことによって命が救われてるんだとしたら、はい、より深く没入したいわけですよ。もっとディープなところにドーンと飛べて、そのなんかもう神々しい、自分の本当に理想と感じている、あのイマジネーションとベタッと一体するような深いイメージのところに手を届かしたいと、より深いところにね。で、そのことを、それぞれの人たちが思い描いている理想みたいなものを叶えて、現実ものに叶えてくれられた像みたいなものを、人をアートと呼んで、そしてそれを作ってくれる人をアーティストと呼んでるんだと思うんですね。で、それを非常に深い没入感にアクセスさせてくれるスイッチみたいなもんなわけですよ。うん、だからその没入感がなければアートみたいなものが存在し得ないし、逆に言うと没入感があるから、没入感を求めているからこそ、それにそのアートが生み出されて、そのことに触れられることによって没入感を求めている人の命が救われているということなんじゃないかと。で、まあ実は没入感を求めている人って言い方しましたけど、もうみんな没入感を求めてるんですよ。例えば性によるその快楽、オーガズムって言われるものなんてもう没入感最たるものなわけですよ。もう天地がひっくり返って、時間の感覚すらも消えて、命の存在すらもう失ってもいいぐらいの境地にあの瞬間なるわけじゃないですか。うん、そんな没入感、そんなあるわけじゃないわけですね。だからこそ、まあそういうような体の作用が生まれるからこそ、多分生殖っていうのは絶えないわけで、まあ、耐えないような仕組みとして体が生み出した作用なのかもしれませんけど。そうですよね。うん、で、それと同じようなイマジネーション。うんうん、で、しかも、こう、現実社会の中の問題点みたいなものすらも全部超えてしまうような、そういうような理想的な景色やイメージを想起させてくれるような、そういうスイッチをしてくれるもの。を人々は求めていて、そしてそれなしでは多分生きられない。命を救い続けることはできない。うん、今まではお金にまつわること、例えばこの経済こう優先社会はになって久しく経つと思うんですけど、はい、そこでは多分お金が全てそういうものを解決してくれていたのかもしれないですね。お金っていうものにまつわる事柄によってね、はい、でもも==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 

コロナに起きてね、お金でなんか動かなくてたってコロナになっちゃったら死んじゃうじゃんみたいなことで言うと、そんなものでは解決できないんですよね。で、その時に現実やアートの存在の重要性みたいなものをこう感覚的に感じたんだけど、それ一体何なのかっていうことを考えていたりした時に、床の間のことを考えて、そこからこう今話したように積み上げてきたものと芸術の存在みたいなものが一体化してきて、今みたいな解釈が生まれたということなんですね。うん、なるほど。うん